どうなるものでもないけど一人よりマシだった背中と背中でもたれ合ってあなたの鼓動が伝わるだけで安心していたなんとなく決まった突然に机の上に置き手紙元気で暮らせと殴る磨きなんて下手なジョーク私思い切り涙を流しながら。